1975年。はい、というわけで今日もやってきました。今日はですね、倉敷とね水島を結ぶ、道路でもあるんですけども、この目の前にあるのが古城池トンネルっていうトンネルでございます。結構ね、心霊スポットとして有名なんですよね。なんかジェットババアとか、なんか女性の霊が出てくるとかいうようなスポットでございます。何度かね来たことあるんですけども、1975年、ちょっと行ってみましょう。寒っ。こんな明かりだったかな。以前なんかちょっとオレンジ色の明かりだったと思うんですけども、で結構ねここはね昔は、向こうにもねトンネルがあるんですよ。水島方面に行くで、こっちはね倉敷方面に行くトンネルで2車線になってます。で昔はこの車線だけしかなかったんですよ。ですぐそこがね魔のカーブだったんですよ。だから結構ね事故が多発したというエリアでもあったんですよ。で結構亡くなられた方もおられたりとか、そういう歴史があって、なんかその2つトンネルをもう1つトンネルを作るっていう感じになったということで、こちらが昔のトンネルでございます。ちょっと今日はね、その心霊スポットとか言われてる で、このトンネルは本当に一直線に長いので、以前このトンネルだけしかなかった時は本当にものすごいスピードでこのトンネルに入って、ものすごいスピードで出ていく、で出ていこうとした時にすごいカーブがあるんですよ。急カーブがあって、でそこにぶつかって、亡くなってしまう方が結構おられたということで、でその関係でだいぶカーブを緩く工事したそうですね。でたまになんですけども、
本当にあのトンネルの中でね止まったりする車が多かったりするんですよ。なぜかね。で、このトンネルも出口になります。結構この外入り口は生々しいですね。で、まあこの上にはね種松山っていうのがあるので、その火葬場があってみたいな、でお墓もあってっていうことで、あんましなんかいい雰囲気ではない、場所なんですよね。ああ寒い。はい、というわけで今回もありがとうございました。なんかね別に特に何もなかったんですけども、まあ、改めて一人で行って、まあ、夜はこんな感じだということで、まあ、前回と比較して気づいたのはこの LED ライトが、まあ、おそらくなんですけども、このクリアな白色になっていると、白の LED になったんですね。前回は多分あの昔ながらのオレンジ色だったんですけど、まあ、そういう部分かなと思います。でも結構ねあの劣化がね進んでますね、このトンネルね。はい、というわけで何もありませんでした。今回もありがとうございました。失礼します。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。